オーストラリアが兵器開発に遅れている中、日本は空前の巨大艦イージスシステム搭載艦の建造を三菱とジャパンマリンユナイテッドとの建造契約を締結したとの情報をキャッチしました。今回はこのイージスシステム搭載艦ついに建造開始を詳しく見ていきますね。一隻で日本海と太平洋側と迎撃、トマホークで狙い撃ちできるイージス艦が誕生しますね。3年後には完成するみたいですし、オーストラリアの動きが気になるとこです。目下、身型を猛烈にプッシュしています。次は日本と契約するかな。去る2024年9月28日、日本では自衛隊防衛省が自前のホームページ上にで、イージスシステム搭載艦の建造についてと題したお知らせをアップし、県のイージスシステム搭載艦の建造に触れ、以下の契約を締結したことを報告した。それによれば、2隻の建造が予定されているイージスシステム搭載艦は、まず、その1番艦を三菱重工業者が請け負う契約を、2024年8月23日付で、続く2番艦をジャパンマリンユナイテッド社が請け負う契約を、同年9月18日付で締結したと明かされた。そこでは、イージスシステム搭載艦の建造に際し、その能力の整備について、ロシアや中国が配備を進めている HGV、極超音速滑空体などの兵器に対処すべく、これをターミナルフェーズ終末段階で迎撃するための SM-6 ミサイルの運用能力の付与を第一に挙げている。続けて、2024年現在で、8隻を海上自衛隊が保有、運用するイージス護衛艦と同格以上の対空、対艦、対地、対潜能力を付与するほか、それらに比して格段に大型化された船体によって、洋上での安定性を確保すると記述されている。そして、こうした内容に加えて、イージスシステム搭載艦には、国産で開発中の人に、意識地対艦誘導弾脳の力向上型の艦発型及び、HGV、極、超音速滑空体に向けた迎撃ミサイルなどを将来的に実装する拡張性を持たせることが表明されている。ここでは、イージスシステム搭載艦の建造のスケジュールについても、簡単な表で図示されており、三菱重工業者が担当する1番艦は、2027年度中、ジャパンマリンユナイテッド社が担当する2番艦は、翌2028年度中の収益を見込んでいることがわかる。もともと、イージスシステム搭載艦は、陸上配備型のイージスアショアの導入の中止を受けて、紆余曲折の末に、新たな大型水上戦闘艦に、そのミサイル防衛能力を持たせるというコンセプトの下で建造が決められた艦艇である。したがって、そのミサイル防衛の根幹を成す兵装としては、弾道弾の迎撃を主目的に開発された SM-3 ミサイルのバージョンである。ブロック 1B やブロック 2A を運用することとなっていたが、前述した今回の防衛省自衛隊のホームページ上のお知らせには、その名称は記載されていない。代わって、HGV、極超音速滑空体等の兵器に、ターミナルフェーズ終末段階で対処する SM-6 ミサイルを前面に打ち出している点に、個人的には、イージスアショアとイージスシステム搭載艦の位置づけの違いを感じざるを得ない。SM-6 ミサイルは、HGV、極超音速滑空体は、元より、固定翼機、回転翼機、無人航空機、そして追艦用の巡航ミサイルといった敵の航空脅威に対処するための兵装であり、かつ、自らも対艦ミサイルとしての運用も、可能な能力を付与されている。すでに、2016年1月の時点で、SM-6 ミサイルは、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の3番艦である、ジョン・ポール・ジョーンズのマーク 41VLS 垂直発射艦から発射され、標的艦に見事命中、これを撃沈する艦対艦ミサイルとしての能力を証明した。こうした能力を持つ SM-6 ミサイルを、防衛省自衛隊が、イージスシステム搭載艦の主兵装として最初に挙げていることを勘案すれば、同ミサイルが HGV 極超音速滑空体等の兵器にターミナルフェーズ終末段階で対処する以上の用途も視野に入れている可能性があるのではないだろうか。
イージスシステム搭載艦の使用としては、現時点では、基準排水量が12000トン、全長が 190.0 メートル、全幅が 25.0 メートルという数値が報じられているが、ここからは、満載排水量ならば、少なくとも14000トン以上になるのではないかと思われる。海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、その使用は、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルとなっており、基準排水量の 25% 増しが、満載排水量に相当しているためである。これに当てはめてみると、基準排水量がおよそ12000トンとされているイージスシステム搭載艦は、実に、満載排水量では、15000トンにも及ぶ巨艦となり、収益すれば、その時点で、西側諸国で、最大の水上戦闘艦になると目されている。ちなみに、この2024年の時点で、世界最大の規模を誇る水上戦闘艦は何かといえば、ロシア海軍が保有するキーロフ級ミサイル巡洋艦であり、同級は、旧ソ連時代の1970年代から80年代に4隻が建造された艦艇となっている。当時の旧ソ連を筆頭する東側の共産主義国と、アメリカを筆頭とする西側の民主主義国とは、この年代には、激しい冷戦の最中にあり、キーロフ級ミサイル巡洋艦の収益は、後者にとって、非常に大きな脅威として捉えられた。キーロフ級ミサイル巡洋艦は、旧ソ連海軍内での呼称は、重原子力ミサイル巡洋艦と称されていたが、その存在を確認した当時の西側諸国の専門家の間でも、同艦が通常動力型なのか原子力推進型なのかで意見は割れていた。結果的に、キーロフ級ミサイル巡洋艦は、原子力推進で、かつ、予備動力としてボイラーも搭載した艦艇だったわけだが、1番艦から3番艦までは、基準排水量が 24,300 トン、満載排水量が 24,500 トン、全長が 251.0 メートル、全幅が 28.5 メートルもの異様を誇った。ただし、4隻が建造されたキーロフ級ミサイル巡洋艦は、今では老朽化が進んでいることもあり、現時点で稼働可能な状態にあるのは、4番艦ピョートル・メリーキー、旧ソ連時代の艦名はユーリ・アンドロポフのみとなっている。キーロフ級ミサイル巡洋艦の1番艦にして、ネームシップのキーロフは、1980年末に収益を果たしたが、1970年代に建造が行われたにもかかわらず、ステルス性への配慮が盛り込まれた設計だったとされている。そのため、キーロフがデンマーク海峡を航行した際、NATO 側の当時のレーダーは、実に、排水量で 24,500 トンを超える大型の水上戦闘艦であった同艦を 2,000 トンクラスのフリゲート艦と誤認したとの逸話も伝わっている。現在では、レーダーの探知能力も、その当時に比べれば、大幅に、その能力を高めていることは間違いないだろうが、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦でもあるもが、身型もそうであるように各国の新造される艦艇も、ステルス性を意識したデザインが主流となっている。したがって、イージスシステム搭載艦も、その大きさを、ある程度レーダー上では取得できるような設計が施されると目されており、レーダー反射断面積を考慮した艦のデザインが採用されるであろうと予測されている。また、イージスシステム搭載艦は、その乗組人数も、最新のイージス護衛艦であるマヤ型より、精進化によって削減することが謳われており、後者の乗組人数がおよそ300名であることに比して、2割ほど少ないおよそ240名が想定されている。イージスシステム搭載艦は、その上で、マヤ型護衛艦のマーク 41VLS 垂直発射艦数96セルよりも32セルも増加させた128セルを重兵装として実装すると考えられており、ここから前述した SM3、SM6、そして SM2 やトマホーク巡航ミサイルを運用する。国産の人に、意識地対艦誘導の能力向上型の艦発型は、専用の4連装発射塔を2機搭載する仕様となると目されており、これらによって、
対空、対艦、対地、対戦の各分野への攻撃能力をミサイルキャリアとして実現する構想だと感じられる。現存するイージス艦と同等以上の対空、対艦、対地、対戦能力を備え、さらに、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型などの将来的な武装拡張も視野に入れられています。三菱重工業が担当する1番艦は2027年度中に、ジャパンマリンユナイテッドが担当する2番艦は、2028年度中の収益が見込まれています。このプロジェクトは、イージス・アショアの計画中止を受けての対応策として始動しました。新型艦は、その巨大な規模と精神の防衛技術により、日本だけでなく国際的な海上安全保障においても、中心的な役割を果たすことが期待されています。この動向は、日本の防衛戦略における新たな展開を象徴しており、将来の軍事バランスに影響を与える可能性を持っています。